勇者故郷に惑う。アラスラムス、軟弱になっちゃったママを許して。どうしたのママ、どこが痛いの？痛くはないけど、辛くて。ママ大丈夫？どうしたの？綺麗なお風呂と水洗トイレ使いたいなって。え？あと、電子レンジとコンロと冷蔵庫とスーパーとコンビニとタクシーと電車が欲しいなって。ママ、ママそんな目で見ないで。こんなんで私、次回本当に実家に帰れるのかしら。